竹中七郎4月25日から1959年7月23日は、大正から昭和期の医師、政治家、参議院議員、愛知県壁海軍刈谷町長、刈谷市長、刈谷市名誉市民、愛知県壁海軍刈谷町魚町で、荒野行、竹中石松の長男として生まれる。愛知県立、第二中学校を経て、九百十八年愛知、 県立医学専門学校を卒業した。同年、愛知県立愛知病院に勤務し、1921年時比、陰鉱科病院を開業した。1932年、刈谷町会議員に選出され、以後、刈谷町長、愛知県町村町会長、愛知県会議員などを務めた。1947年4月の、 1> 第1回参議院議員通常選挙で愛知県地方区に無所属で出馬して当選し、参議院議員に一期在任した。この間、民主党総務、国民民主党両院議員会長、参議院通商産業委員長などを務めた。その後、1953年4月の第3回通常選挙に自由党公認で立候補、下が落選した。1955年7月20日、 カ谷市長に就任。教育、土木、民生事業に重点を置いた施策を推進した。病のため一期で1959年7月19日に市長を退任し、同月23日に死去。名誉市民の称号が送られ市民葬が行われた。その他、豊田自動食器製作職門、豊田成功監査役なども務めた。ありがとうございます。